こんばんにゃん。今回はネコネコパソコン修理屋さん自作 PC なのですが、ついに故障ということで、原因はマザーボードといって各パーツを接続する基板ですが、古いマザーボードなので新型一式取り替えたいところです。ですが勉強してからにしたいので、今と全く同じものをヤフオクで購入しました。では付けたいと思います。マイクロ ATX の GB GAB75MD3V という古いマザーボードの故障です。こちらが故障しましたので交換します。配線の動画を撮っておくと後で迷ってもなんとかなります。電源ユニットを外し、マザーボードに装着している CPU を新しいものに移すため冷却ファンを外します。こちらが脳の部分に当たる CPU で、古い LGA1155 ソケット適用のインテル Core i7 です。そしてモニターに映像を出力するためのグラフィックボードを外しますが、 NVIDIA GeForce GT620 で動画編集にはかなりきついものです。メモリを外しますが、古い DDR3 の 8GB が2枚です。最後にマザーボードを外します。新型に交換予定なのですが、このマザーボードだと古いので CPU とグラフィックボードとメモリが新しい規格に対応しませんので、構成を選択する期間として今は応急処置で全く同じマザーボードをヤフオクでゲットしました。古いマザーボードから CPU を移します。 CPU の裏に三角の印がありますが、それをマザーボードの三角の印に合わせて装着します。取り忘れましたので、次回進行性の際に取りたいと思います。CPU の熱をファンに移すための古いグリスをエタノールで振っておりますが、キッチンペーパーを使いました。新しいグリスを半分の 0.5g ほど塗りますが、ダイヤモンドグリスがおすすめです。均一に伸ばしますが、早送りではありません。猫でも高速グリス塗り、実に男らしいと思わないか。そして元通りに戻しますが、次は猫猫高速元に戻し、さらに男らしいだろう。配線も元通りに戻し、まとめて完了。さて交換完了で電源を入れました。問題はここでちゃんと起動するかどうかなんですよね。さてよし、男らしいだろう。起動しました。これで修理が完了です。